このほど川崎市内の立体交差道路が完成しました。この工事は昭和7年に開始されたのですが、戦時中資材の不足のために中断され、これに雨水がたまって幾人かの子供が水死するという事件もありました。やがて昭和27年12月、総工費2億円余りで工事が再開されたのですが、川崎市は東海道本線などの鉄道によって市内が2つに分けられており、第一京浜、第二京浜の両国道を結ぶ立体交差道路の完成が急がれていたのです。こうして昼も夜も絶え間なく通過する列車の下で難工事が続けられ、4月26日ついに開通式が行われました。全長385メートルのこの道路によって、高都川崎は一段の躍進を遂げることでしょう。